これちょっとコースミスったね。すごいよこれ。最初からライオンはやばかったね。うん。じゃあ2021年初ラウンドです、はい、どうですかねここまで。ここまでね、なんかまあ初戦にしては、うん、スイング的には悪くないし、そうだね、練習の成果出てそう、出てるっていうか、まあ、出しに行ってる感じ。まあそうだね、はい、行きます。はい、じゃあ皆さんどうか頑張れと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いいたします。おお、戻ってきた。あ、来た来た。ナイス地面。うん、これは。画面どう？ちょっとね、カメラじゃ追えませんでした。でも届いてないでしょ。ああ、OB まで巻き始めたね。うん、なんか一体感出たら巻き始めた、これなんだ、一体感、一体感出たら巻き始めた、一体感出たらすごいね。なんでだろう。はい、うん、いいんじゃない。当たるな、UP。急にライ悪い方がいいんだ。急にいい感じになったな。あのティーショットだけやばかったけど。ライ整ってる。池江の5番で。ラフちゃったな。アテン OB だったので全身で行きます。ちょっと怪しい。はい、うん、ナイス。一回横から出してきてここに戻ってきて打つ。転がれ。ちょっと本当重いね。おー、いい、ナイス。よし、お先。これはナイスタッチですね。ねえ、でも弱いんですね。お先します。そんなに曲がる。めっちゃ曲がるよ。なんだよこれ、しっかり打ったのに。ちょっとやめてよマジで今の。嘘。弱い。弱いんだな。本当この重さに慣れずに終わりそうだね。いやーマジか今の。エザボル。ちょっとコースミスったね。すごいよこれ。最初からライオンはやばかったね。うん。北広もオープンしてたみたいな。本当？うん。北広行ってる人ツイッターかなんか上げてたよ。北広西でよかったな。なんでこんな難しいとこに来ちゃったんだろう。ね。
しかもなんかさ、スイング改造とかしてさ、むちゃくちゃな時ちょっと曲がったら全部 OB だもんな。ね、狭いのね。結構上手な人のツイートもボロボロだもん、ね、うん、で、開幕ってのもやっぱりカモン、ほらこれは何だよこれ、入るんじゃないの、まさか。あ、右に流れた。え、届いてないか。ああ、いやいや、乗ってる乗ってる乗ってる、うん、ピン、はい、よし、入ると思ってピンしか見てなかった。前もそんなことあって。俺は今気分がいいよ。あ、今のいい。あ、それいい。あ、それもいい。それで行こう。それいいでしょ、素振りですから。うん。それで打ったらスライスしないよ、絶対。それで打てないよ。これいいやつ？まあまあいいとこじゃない。惜しくも手前。良いミス。あ、この辺当たってくる。ペラあたり。来た。スピン。上に登った。まあ、なくはないけど。スピン効いてほしかったね。うん。ラフからだったけど。あれビタッと来たらかっこよかったよ。どうしたの？え？おまじない。入る、おまじないしてんの。おまじないしてた。狙います。あ、でも待ってよ、土井さんがダメって言ってた。うん、全然土井さんの話聞いてなかったね。周りで止めます。ごめんな。うん、はい、オッケー、目標達成。これ難しいよ、下りでフック。こうやって入れる感じかな。来た。うわー、曲がんないか。曲がんない。 OK、 ちょっと難しいね、さすがに。でもこのホールにしてはいいじゃないの。俺パーだから俺は最高ですよ。いやでもダメだね、アプローチが下につけなきゃダメだったの。そうだね。